どうも。 星優太です。モズニャクというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聞きいただきありがとうございます。僕が考えていることや興味のあることについてのじっくり考察をしていくポッドキャストです。よろしくお願いします。すいません。えー、昨日の夜、力尽きて寝てしまいまして、えー、本日10月21日月曜日の更新は夜となってしまいました。毎朝更新したいかなと思ってるんですけれども、今日は夜で失礼いたします。こんばんは。今週も皆さん、張り切っていきましょう。 えー、今週の僕の稼働,稼働のお,お知らせといたしましては、ですねもうとにかく木曜日ですね。 10月24日、下北沢スプレッドという池箱をお借りしまして、イベントを主催します僕のソロ、ウォズニアックの自主企画ということでですね、8月と先週にですね、シングルを2曲リリースしましたんで、そのシングル2曲のリリースパーティーっていう感じでイベントやりまして、ここ半年で、 えー、培ってきたライブの経験やシステムを大爆裂させるという感じの、まあ、定期公演的な感じで半年に1回ぐらい自分の冠でイベントをやっていきたいなという感じのやつをやります、はいえー、バトロイカメタルサマージャケットというバンドのギターのジュニア君に、G、DJ 入ってもらったりとか、えー、あとはパーオーム9999 99にライブやってもらったりとかしながら えー、僕のボズニャックは、シンゴと二人で基本的には演奏し、数曲、ちょっとゲストも入ったりして参加してもらってやるという感じです。新グッズもがっつり持っていきますんで、ぜひ遊び来てもらえたら嬉しいなーなんて思ってます。待ってます。よろしくお願いします。えー、それと、あと今週月は、 えー、多分日曜ですね、27日の日曜の夜8時ぐらいから、えー、YouTube の生配信、トーク番組、ボブスレラジオをやって、そのまま日付が変わるあたりには、ハンター×ハンターの最新話が出るから生配信をすると思います。そんな感じで、今週もよろしくお願いいたします。さて、えー、今日はですね、えー、今月の僕の状況をお話しした上で、そういう時にやっておくべきことっていう話をしたいと思っております。 はいえー、このポッドキャストとか SNS とかで結構触れてるんですけど今月2024年10月なんかライブとかリハとか制作のスケジュールがすごい固まってしまってまして、えー、スケジュールに押しつぶされてますもう体力も脳みそもボロボロですはいその分超楽しいエキサイティングな月なんですけど予定が詰まっちゃう時って誰しもあると思うんですよね皆さんもありませんか、まあ、1年間ず 平均的にいつも通りみたいなスケジュール感で生きている人って大人になるとあんまないんじゃないでしょうかね。まあなんか暇だなーっていう週とか月があったり何でかわかんないけどすごい予定が重なっちゃって今月今週忙しいなーと思う時もあるんじゃないでしょうか。 僕はまあミュージシャンというか音楽を中心とした活動して生きている人間なんですけど、まあ、あの音楽業界もその忙しさの波ってありまして、えー、秋が忙しいんですよね、まあ、夏秋年末が結構忙しかったりしますで逆に年始はめちゃくちゃ暇だったりしますみたいなそういう波ってあると思うんですけどそういう時にこそですね やっっててておくべきことっていうのがありまして僕はそれをこっそり実践してますので今日はその話をしたいと思います。なのであの音楽やってる人とか関係なしの話なんで、えー、全ての大人というかね、まあ、学生さんでもあるか10代だってあるか忙しい今月忙しいなという時とかじゃなので、えー、スケジュールが忙しくなったり暇になったりする波があったことがある。 波を持ったことがある人全員におすすめの動きご紹介させていただきますズバリですね予定が詰まりまくってる時にですねこの予定の詰まりまくってる期間が終わったらこれをやりたいなっていう願望というか野望とかがいっぱい思いつくと思うんですよこういう期間ってそういう時にですねその野望とか やりたいことをどこかに必ずメモっとくことをお勧めします。これ僕結構やるんですけど、今月もやってます。なんか今月はですね、本当に申し訳ないんですけど、僕の関係者各位には。やっぱなんか現場予定とか結構根詰めて取り組まなくてはいけない制作や作業がたんまりあるんですよ。で、ライブとかリハーサルが多いんで、 機材を運ぶんですよね。機材を準備して運んで持って帰ってきて片付けるっていうのもあるんで物も動かすしパソコン作業もいっぱい動かすし体も動かすし脳みそも動かすしみたいな感じでひいひい言ってるんですけど <laughs> まなのでなんかずっとな何かに集中し続けなきゃいけないんでその他の作業とかっていうことが全然できてないんですね。 だギリギリ追いつけてるんですけどやっぱりいつもいつもに比べるとすごくこう人を待たせちゃってる自覚があるんですよ連絡がなんか抜けちゃったりとか遅れたりしてる自覚があって申し訳なかったりするんですねそれゆえですね時間があったらこれやりたいなーみたいなちょっと落ち着いた時にこれやっておきたいなとかあれやりたかったんだよなーみたいなことが全然できてないんですですけどそれって絶対重要なことではあるのでそれをですね 忘れないいいようににししてておくことをすすごい大事にしてますはい、実際この1ヶ月僕まあ単純にこう頭の中も疲れてるし体も疲れてますで、えー、10月21日なんですよね今これ撮ってるのがで速攻これは夜の分としてアップする予定なんですけど過密してるスケジュールがですね26日ぐらいまでで終わりそうな予感がしてるんですね。 で、27日はあちょこちょこと外に出て予定はあるんですけどなんか機材持ってく予定とかじゃないんですよ曲を作って持ってく予定とかそういうスケジュールではないんで多分ね今週の土曜か日曜にはこの今この1ヶ月のすんげえ過密してたスケジュール終わるんですよ、うん、で来週から来月めっちゃ僕暇なんですね なんで、えー、来週以降、11月にこれやりてえなーこの予定の波が終わったらこれやりてえなーって思いながらできてないことがいっぱいあるんで、それをめちゃくちゃメモってます。で、いざ、こういう,こうメモを取らずにですね、このスケジュールの山を終えてしまうと、とりあえずめっちゃ疲れてたりするんで、しばらく寝落ちしたりとか、やるべきこともやらずにですね、寝まくっちゃったりとか、ぐーたらしちゃう、 時間を過ごしちゃううと思うんですよね多分、1、2週間ぐらいそういうことやっちゃうと思います。そうすると、来週再来週のその1、2週間でも、やっぱ日々やらなきゃいけないことってあるんで、そういうのをギリギリやるぐらいでもう1日が終わっちゃうんですね。そうすると結局、今月描いてた、来月時間ができたらこれやりたいなって思ってたことをやらずに、11月を過ごしちゃうと思うんですよ。 なのでその11月がいざ迎えてしまう前に11月になったらこれやるんだっていう野望とかをですね残しておくメモしておくということを非常にお勧めですそうすることでいざその瞬間が来た時にですね果てしない気持ちにならないとあ,あの待望の11月が来たぞと僕的にね そしたらこれやりたいんだってことがいっぱいリストにあってそれをやることについて対してワクワクしてた過去の自分がいますからその自分に向けてですね時間ができたよとやるよっていうことでその時やりたかったことを全力で取り組めるんじゃないかと思ってますなので僕はとにかくメモしとくようにしてます具体的にはですねあの僕のソロのウォズニアックの曲制作とかあと12月にですね結構強烈なライブがいっぱいあるんで そのライブに向けた準備とか、まあそういうことはいつだって全力で僕の中心でやらなきゃいけないことだしやることですんで、それは当然なんで、それとはまた別のことというか、まあやってもやんなくても、うん、すごい問題があることではないけど自分的には重要なことみたいな話で、えー、動画制作、あんま最近できてないんで、これ、あとは領収書の整理、まあ来たる 確定申告に備えた動きですねそう。来たる来年の2月から3月に向けての、うん、予備の動きみたいなことですね。これをやりたいです。はい。そして、えっと、なんか、ちょこちょことお借りしている漫画があったり、Kindle Unlimited でだ、スマホ、うん、じゃあタブレットにダウンロードだけしてあってまだ読めてない漫画があるんで、これを一旦全部読んじゃいたいと思ってます。 そして、どうしても時間を作るのは深夜しかないということで、夜型あしになっちゃった動きをどうにかして朝型に戻したいです。そして、えー、毎週土曜の夜に、えー、アップロードしている毎週一曲新曲を出していく YouTube プロジェクト、サウンドオンザテーブルこれもですね、最近ギリギリで一曲作ってアップしてるのが続いちゃってるんで、 一週間分前倒しして曲を作っておきたいです。サウンド・オン・ザ・テーブルの作曲貯金を一曲以上作る、はい。そして機材がですね、日々増えてますんで、この機材の収納場所とか収納方法をちょっと見直したいなと思います。で、現状の倉庫っていうか棚の環境で無理ならもう棚を買うしかないと思ってます。そして、えー、ゲーム機をですね、友達から借りてるんですけど、これを返して、 返しがてらその友達ということで、取り急ぎですね。10月現在、えー、手が空いてない、考えることができないけど、来週になったら時間ができるんで、今の僕。そうなったらやりたいことを宣言しました。これをいざ、11月が来た時にやれるのかどうか、今月いっぱい、今週いっぱい駆け抜けてみたいと思います。ということで、今週、もうちょっとで。 上スケジュールの1か月が終わりますんで全力で頑張りますんで忙しい秋皆さんも頑張りましょうということで今日はこういう話でしたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ポズニャックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聞きいただきありがとうございます。僕が今考えていることなど、えー、深掘り考察して、のんびりじっくり喋っていく毎日更新、ポッドキャストです。よろしくお願いします。えー、10月22日火曜日の更新となります。 今日も楽ししんでいきましょうね皆さんよろししくお願いします、えー、もう何回もこのポッドキャスト冒頭で喋ってますけれども僕の企画がありまして、えー、ウォズニアック主催、えー、マグネというイベント半年に1回以上はやりたいなということで前回4月にやってから無理やり半年後の今月にぶち込んだんですけどもうあさってですあさって24日木曜日夜7時からイベント自体は7時から僕のウォズニアックの出演は夜9時から1時間セット やりまして、この半年やってきた電子化テクノロジー化新曲ぶちかましますんで遊び来てほしいな。で、えー、今日ですね、えー、また一日中スタジオに入りまくってそのあさってのライブへの調整、えー、研究を続けるとともに新しいグッズがギリギリイベントに間に合いまして今日届く予定です。 そういうのもゲットしに来てほしいです。ライブ遊びに来てほしいです。ぜひ皆さん待ってます、えー。夜7時からなんですけど、1時間 DJ やってもらって、そこから対バンのパオーム99999のライブ、ちょっとロングセットでやってもらって、そこからセッティングしてモズニャックやるんで、夜9時から1時間セットですねで。その後もジュニアの DJ がもう1時間やってもらいますんで、結構のんびり時間をとってますので、来れるタイミングで皆さん、下北に遊びに来てくれよな。待ってます。 さて、えー、今日はですね、えー、昨日のエピソードでちょこっとだけ触れた、えー、ゲームですね、ゲーム機を返そうと思ってるって友達、友達に借りてるゲーム機を返そうと思ってるって、昨日のポッドキャストでちょっと触れたんですけど、それについてですね、結構ミニマリズムって感じの、僕があるある、僕のあるある、かつ精神的なミニマリズムっていう感じの考え事があるんで、今日はその話をさせてください。やりたくてできてないゲームっていう。 ものっていうのが、えー、世の中のゲーマーにはありまして、これを通称ですね、積みゲーと呼びます。罪っていうのはあの、積み木とか山積みの積みですね。に、ゲーっていうのはゲームの略ですね。これ、罪ゲーって言いまして、これはですね、ゲーマーの99.9%が積みゲーをしてると思います。はい、なんでかって言いますと、 世の中にはですね面白そうなゲームっていうのが山ほどあるんですね過去にもいっぱいありましたし今もいっぱい出てますしこれからもどんどん出てきますゲームっていうのは面白いし面白いゲームは昔のであったらリメイクされてまた新しく出たりするんで永遠にあるんですねですが時間は有限ですんでいっぱいゲームがあっても 全部をプレイできるわけではないんですね。しかも、現代のゲームは最近のゲームであればあるほどですね、一作品のゲームを遊べる期間が長くなってます。あの、簡単にですね、ストーリークリアしたらそのゲーム終了ってわけではなく、そもそも、全クリみたいな概念がなく、一生遊んでられるゲームとかもあったりして、ゲームはですね、あの、その、供給に対、ん いいや、供給とか需要とか。そのゲームが用意してくれてる面白に対して、僕らがゲームに使える時間っていうのは限られてるんですよ。だからゲームって積んじゃうもんなんですね。で、今日はその積みゲーについて僕の状況をお話しした上で、僕がどういうふうにやっていこうと思ってるかを話したいと思います。ズバリですね。現状の今僕が、えー、悩みの種になっているゲームタイトルっていうのがありまして、メタルギアソリッドというシリーズなんです。今日はこのことを考えます。 メタルギアソリッドっていう名前聞いたことあるんじゃないですか皆さんはい僕は今37歳なんですけど僕がめちゃくちゃメタルギアソリッド世代ですはい、えー、コナミのゲームでして小島秀夫さんという天才ゲームデザイナーが作ったゲームシリーズでしてえー、まあ、えー、メインのストーリーですと5まで出ていてそのサブのタイトルとかも山ほど出てるっていうもう一大プロジェクトというか劇的に面白いしかもストーリーも近い しっかり脚本もあるので、映画みたいな世界観、そしてプレイしてても超面白いという、神ゲーなんですね。はい。で、僕、めっちゃこのメタルギアストリッドシリーズが好きでして、ですが、えー、5まである中で、2までしかやったことないですね。リアルタイムのゲームをやってた世代。僕は中学校とか、高校入るかなぐらいの時にリアルタイでやってたゲーム、ゲームをリアタイでやってた世代、時代。 に2までしかやらなくてそこから大人になっちゃってゲームをやらずに、えー、大人になっちゃってでメタルギアソリッドシリーズはもう完結していてその小島秀夫さんが新たにですねデス・ストランディングっていうシリーズをはじ作り始めましてで僕2年前ぐらいからまたゲームをやり始めましてでデス・ストランディングっていうゲームがやってみたかったんでゲーム始めたんですよでデス・ストアクリアしてデス・ストランディング2がそろそろ出るっぽいんでそれを待ってるんですけど その間に、小島秀夫さんが過去に作ったメタルギアソリッドシリーズを全部クリアしてやるぞということで、メタルギアソリッドの、なんか、全作品、全入りのコンプリートボックスみたいなものを買ったんですね。で、それと、プラスアルファで、4と5かな、5を2個かな、わかんないですけど、プラスアルファでもちょっと本体を中古で買いまして、それらすべてがプレイできるハードウェアということで、プレイステーション3の本体も、 友達から借りたんですで、もうこれで、えー、僕は「デス・ストランディング2」が出るまでの間にですね過去に小島秀夫さんが作った大傑作「メタルギア・ソリッド」シリーズを全部やるぞと全部プレイして全クリして小島秀夫さんが作ってきたものづくりを全部やったことがあるという状態にした上で最新作の「デス・ストランディング2」を遊ぶぞおっしゃーっていう気持ちで買いました。 でえ、買ったからにはやりたいし、やるからにはみんなにも共有したいし、無理やり僕のアーティスト活動みたいに紐づけてしまいたい、かっ笑いっていうのがあるので、ゲーム配信をしようと、僕の YouTube チャンネルで。配信しながらプレイしようと。で、なんせ脚本が面白いから、えプレイはしないけど、メタルギアソリッドシリーズ知りたいと、見たいっていう人もいるでしょうと、いたらいいなーなんて思ったんで、配信することに決めて取り組んだんですけど、はい。 スミゲーになっちゃいました。はい、やっぱり、えー、僕メインの活動が結構増えてきてますしその他いただけるお仕事とかもちょっとずつ増えてきてるんでゲームをやってる時間がどうしても割けないということでなんかすごい悔しいんですけどわざわざ購入したし本体のプレイステーション3なんてわざわざ友達に貸してもらったんですけれども実際に手があんまりつけられてないんですね。 で、一回ですね、5時間ぐらいぶっ通しです。プレイして、メタルギアソリッド5まであるシリーズの1までは、クリアのちょいちょい手前ぐらいまでは行ったんですよ。で、その続きもすぐやるぞって感じだったんですけど、実際できなくて、全然、絶賛積んじゃってます。はい、こういう前提でした、僕の状況。この上で、今日お話したい、積みゲーについての対応ということで、僕はですね、ちょっと悔しいんですけど、 このメタルギアソリッドシリーズを遊ぶことを諦めようと思います。はい。なので、えー、その手元に持っているプレ,イ、えー、プレス y s t a t 3専用のメタルギアソリッドのコンプリートボックスを買ったんですけど、まあ、それはもうしょうがなく諦めて、えー、借りたプレイステーション3の本体を友達に返そうと思います。で、手元にあるメタルギアソリッドのボックスは、 まあちょっとコレクターズアイテムっぽい、ちょっとレア物っぽいものを買ったんで、手元にコレクション的に取っといてもいいし、売っちゃったり、誰か友達にあげてもいいかなって思ってます。ちょっともう諦めます。はい。なんでかって言いますと、あのー、やれてないなーって分かっていながら、そのものが手元にあるっていう状態が続くのが結構精神的にきつくなってきたんですね。 まあこれがなんか僕なりのこうみ最近年のミニマリズムと言いますか、悩みの種になりそうなものを排除していっていきたいんですね。うん、で、メタルギアソリッドめっちゃ面白いんですよ。めっちゃ面白いし、ストーリーも超やばいんで、え、やりたいんですけど、やっぱね、どうしても時間が割けないなと。で、これからも多分同じだろうなと思います。うん、なかなか時間を、 がっつりくほど余裕はないないとと思うのとあともう一個ですねその最初に言った通り面白いゲームとか面白そうなゲームっていっぱいあっていっぱい新作が出てくるんですねで僕他にもやりたいゲームあるしこれから出る予定のゲームで出たらすぐプレイしたいなっていうゲームいくつかあるんですよあるんですけど そういうゲームがあるのにこの今僕の手元にあるメタルギアソリッドシリーズがどうしてもそのまずそっちやるべきじゃないみたいな感じで心理的にですね稼になっていてなかなか他の新しいゲームに興味はあるけど手が出せないという状態になっちゃってますこれまさに積みーをしてる人の何、うん、ていうか罠みたいな感じなんですけど僕もがっつりその罠にはまりました ですがちょっとこのままだとせっかくゲームができるパソコンを安くはない金額を出して買って、えー、パソコンでゲームできる環境を整えたのにもかかわらず過去に出た対策のゲームが手元にあるということで今の時代の最新のテクノロジーがあるゲームの世界を楽しめないのはもったいないなと思ったんで ちょっと大きく動いてみようと思います。はい、僕、今週までで過密スケジュールが終わりますんで、来週になったらですね、その借りていたプレイステーション3本体を友達に返しがてら、その友達と久しぶりにちょっと会って、ちょっとお酒飲んだり乾杯して緊急報告とかしながら、あその稼を外そうと思います。ちょっと悔しいんですけどね。 しょうがないです。で、メタルギアソリッドシリーズはですね、全作品見るメタルギアソリッドっていうシリーズが YouTube に上がってまして、えー、ゲーム配信してる人の動画なんですけど、その人が、えー、実況したりとか喋ったりしないんですよ。なのでメタルギアソリッドのプレイをスムーズにやってくれて、ストーリーも全部ノーカットで出してくれてるっていう超長い動画があるんで、僕はそれを定期的に見て、 メタルギアソリッドシリーズの内容はちゃんと把握したいと思います。ということで、ちょっと大きな決断なんですけど、ちょっとこれ以上ずーっと頭の中にメタルギアソリッドやってねーなーっていう気持ちがある状態で生きていくのが辛くなってきたんで、手放します。ということで、心理的に身軽に生きていきたいですよねっていう話でした。お聴きいただきありがとうございました。以上、ミニマリズムとこの周辺、星歌がお届けしました。それでは今日も皆様元気にいってらっしゃい。バイバイ。 どうも、星優太です。オズニアクというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます、えー。僕が興味のあることとか、今考えていることを熱中していることなどをですね、皆様にのんびりじっくり喋りかけていく、そういうポッドキャストです。今日もよろしくお願いいたします。えー、10月23日水曜日の更新です。まずは僕の活動のお知らせをさせていてください。 もう何回もしてますけどあと2回しかお知らせしないんで聞いてください明日です、えー、僕のソロのウォズニアックのですねイベントが明日やりまして下北沢のスプレットっていう池箱をお借りしていけて,てる箱をお借りしまして開催するんでぜひ来てください、はい、でそこに向けてですねいろいろ準備してることあるんですけどまあ一番やっぱ力入れて取り組んでるのが、えー、ドラムのね 音作りを全部入れ替えしたとということで、えー、反電子化擬態化に成功しまして、えー、昨日もスタジオにがっつり入りまして1人で数時間バンドで数時間ってかなり丸一日スタジオ入ってたんですけどさすがに整いまして新しいウォズニアック今の今の時代のシステムだなーっていう感じのテクノロジー感満載のでもめちゃくちゃ肉体的なライブやれる状況を作り作れましたんで 見に来ていただきたいですね。待ってます。で、グッズをですね、作ったんですけど、かなりいい感じでした。あの、届きまして、見まして、1種類だけ新作が出して、その場で販売するんですけど、あと2つ、受注で作るサンプルも1つ、僕用に作れたんで、まあ、それはあの展示して、えー、即その場で受注販売開始って感じにしようと思うんですけど、とにかく来てください。待ってます。いい感じの日になるとはずです。ナイスパーティー目指します。 さて、えー、今日はですね、最近またハマっている、えー、荷物を軽くすることについての研究、<laughs> 研究というか、まあ、こうやって、えー、僕はこういう発想で、えー、少しでも軽く機材や道具を運び、運んでるんだっていう話をですね、させていただきます。この話が参考になる人っていうのはかなり少ないかもしれないんですけれども、 まあ生きていく上で身軽な方がいいけどその持ってないっていうのは心も細いというかなんで道具とか機材とかはしっかり持ち歩くけど身軽手軽を目指しているという人間の細かい考察を今日聞いてくださいあの皆さんガムテープって今頭に思い浮かんでると思うんですけどどういう形どういう状態でしょうか はいあの筒ですよね。バームクーヘンみたいな感じといいますか、なんていうのあれ。あのぐる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 巻きつけてあって、なんか、結構でかくない <laughs> なんか、CD を30枚ぐらい重ねたみたいな、ああいう円柱の状態ですよね。なんか、その形のものがですね、なんか、邪魔だなと思って。 なんか僕いろんな役割で機材を持ってスタジオとかライブハウスに行って音出すっていうことを結構ガンガンやってるんですけどそのこう機材の位置の固定とか目印をつける時とかにまあいろんな用途でそういうテープって使うんで自分で持ってるんですね自分でも購入してそのテープ持ち歩いてるんですけどライブとかスタジオの時その さっき言ったような形してて、でかいじゃないですか、テープっていうもの自体が。で、あれってなんか何メートルも長いテープが巻かれてるっていう1個の物質だけど、1回のスタジオとかライブで、そんなに何メートルもテープ使わないじゃないですか。なんで今回はですね、そのテープを少ない量をうまいこと持ち歩くためにいろいろ考えた話をします。 はい、で特にあのガッファーテープっていう種類のテープがありまして今日はそれの紹介も兼ねつつそのテープ小さく身軽に持ち運ぶ作戦をお話しします、はい、でガッファーテープっていうものに最近出会いましてそれをです、ね、どういう風に小さく運ぶかって話なんですけど実際具体的なところは。あの 養生テープとかマスキングテープとかなんとなく想像つきますかね皆さんの貼って剥がせる綺麗な感じで剥がせるでも結構強くてえ目印にもなる蛍光の色をしているですねテープっていうのがありましてまあそれガッファーテープって言われてるんですねなんか大道具さんとかそういうなんか舞台舞台系の 人がよくですねバミリに使うというそういうすごく専門的で限られた用途で使われているテープがあるんですよ。で僕もなんかマニピュレーターのお仕事やるようになったりとかウォズニャックとかダルジョブで結構メカとかケーブルとかがたくさんあるセットで、えー、音楽発信をするようになってからですねそういう守備アイテム結構増えたんですね。うん テープで目印をつけておくとか、機材を固定するとかっていうことが結構増えまして、テープ持ち運ぶようになったんですね。自分で購入して。で、ガッファーテープっていうものも知って、えー、黄色い蛍光テープなんですけど、これね、持ってるとすごい便利でして、目印とかなんかいいんですよね。で、そのテープの表面がなんかサラサラして乾燥してる生地なので、そこに 文字も書けるんですよ。なんで、僕が一番よくやってるのは、ケーブルの端っことか、電源の端っことかにですね、そのガッファーテープで黄色くテープをつけて、そこにこう、なんか名前とか、そのテープの、なんつうか、このテープは、このケーブルはここに接続するみたいな、なんか目印につけてるんですね。まあ、いろんな用途で使えてすごくいいんですけど、たださっき言ったように、 なんんかか物としてでかいんでいすよねそのガッファーテープって1回のライブとか1回のスタジオとかで多分ね使ってもうん 1m いやそんな使わないな使っても3 0ンチか5 0ンチ分ぐらいしか使わないんですよその目印なんで短くちぎってピッて切ってケーブルとかにペタッて貼るぐらいなんでそんなにバリバリバリってテープを引き伸ばしていっぱい使うってことないんですよ でだけど、ガッファーテープ一巻きって、多分三30メートル一巻きぐらいのテープでして、結構重いし、お物質的にも大きいんですね、うん。やや小さめのフリスビーぐらいの世界観というか、ちょっと邪魔なんですよね、僕のカバンの、この機材ケースとか、機材を持ち運ぶ荷物の中に、そのガッファーテープの筒があることが結構邪魔で、やだなって思ってたんです。それをどうにかするための作戦をやりましてですね、今日はそれをご報告です。 の100円均一に行きましてですねなんかシャンプーとかリンスみたいななんかボトルに目印できるようなテープがですねテープっていうかシールかテープじゃないですねはいそういうシール暮らしの中で使えるシールみたいなのがいっぱい貼ってあるうーっていう商品を僕購入しましてで家に帰ってきてですねそのシールを全部剥がして 即捨てました、はいえー、シャンプーのボトルとかリンスとかにもそのシールを全く貼ることなく <laughs> すごくデザインがいけてなかったっていうのもありますしもともとそれが目的じゃないんでシールを全部剥がしてですね大体 A4 のそのシールシートだったんですけど僕はそのですねテープが貼れるツルツルとした素材でできているテープのシートに用がありまして <laughs>。 そのために110 0 0円出しましまた110円か出しましてそのシールの部分は全部捨てましてそのシールの台紙だけを手に入れましたでその台紙にですねガッファーテープを短くとか長くとかいろんな長さでですねペタ,ペタ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 貼っていきまして A4 の用紙にびっしり蛍光の黄色いテープを貼り付けました、はい、こうするとどうですか はい、A4 の縦横のサイズそして薄さは 0.1mm とかですよねで、えー、質量もすごく軽いですしでもテープを剥がしやすいシートの上にガッファーテープを1回貼っただけなんでそこからガッファーテープを使いたい時そのペロッとシールのシートから剥がして別のとこに貼っても粘着力が落ちてないと。 いうことでですね、僕はその機材が結構多い音楽活動をしちゃってるだけにですね、少しでもその機材はちゃんと使いたいものは使うんだけれども、余計な質量、余計な物,物量にならないような工夫をですね、最近し始めました。 はいで今回は、ね、ガッファーテープそのテープの持ち運びを軽くするための作戦を考えましたけれども僕機材多いのちょっと嫌で少しでも軽くしたいんで機材と荷物だけど手を抜かないというかの、まあ、これがなあってもなくてもライブできるんだけどあった方が絶対便利だし安全なライブできるよなうんでも持ってかなくてもできるんだよなみたいなものを持ってかなくするわけではなく。 やっぱ安全性は第一ですんで、その機材があれば安全にライブができるんであれば、そのものは持っていくんですけど、そのものとパソコンの接続をしているケーブルを短いものに変えたりとか。 まあ今回みたいにテープは使いたいんだけど人から借りたりせず自分のテープを自分で使いたいんですけれども必要な分しかいらないんで台紙を買ってそれに貼るとかそういうですねこすい作戦を立てつつですね少しずつ荷物を減らす荷物を軽くするということを最近やってますということでですね今日はまあこれはまあ,あ音楽活動とか機材が多い活動してる人にしてない人に関係なく 暮らしのいろんなところに置き換えられると思いますのでぜひ皆さん何かもしね万が一参考になる部分があればチェックしてみてくださいということで身軽に楽しく生きていきましょうミニマリズムの話でしたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ボズニャックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺お聞きいただきありがとうございます。えー、僕が興味のあることをいろいろ深掘りして、のんびりじっくり喋っていくポッドキャストです。お願いします。えー、10月24日木曜日の更新です。皆様いかがお過ごしでしょうか今日はですね、ぜひ皆さん夜ですね、下北沢に来てください、えー。僕の主催イベントが半年ぶりにありまして、えー、僕やってるソロのボズニャックのライブと、まあ、その他 のイベントという感じです、えー、夜7時から始めるんですけれども、7時、8時、1時間はですね、えー、バトルイカメタルソマージャケットというバンドやっているね生ュニアが DJ やってくれまして、そこからパーオーム9999 99というバンドがライブがっつり、ちょっとロングセットでやってくれて、その後、ボズニャクなので、僕の出番は9時頃です。で、えー、大体1時間前後の。 がっつりセットを今、えー、予定しておりまして、それを今日はぶっかます予定です。で、その後、さらに1時間ジュニアの DJ がありますんで、まあ、飲み会、乾杯とかを盛大にできたらなぁなんて思っておりますんで、ぜひ遊びに来てください。楽しい日になるかなぁ、どうかなぁ、まだもうちょっと準備してから、えー、僕はで出かけようと思ってるんで、えー、ギリギリまでやれることやっていい日にしたいと思っておりますんで、皆様もぜひ、えー、お誘い合わせの上、タイミングがあったら来てください。 学生の方は学生所持さんで、えー、無料で入れますあの。入場時ワンドリンクのみで入れるようにしてますんで、あ、私学生だって方はですね、ぜひ軽率に来てください。待ってます。お願いします。さて、今日はですね、えー、これ、面白いコンテンツ、面白い人についての話し,しますんで、皆さん、の YouTube でですね、しばらくは、 えー、楽しめるすっごいたくさんコンテンツを残されてるチャンネルがあるんで、えー、その話をさせてください。櫻井ののゲーム作るにははこのチャンネルご存知でしょうか、はい先に言っときますが、えー、ゲームに興味ないとかゲームのことあんま分かんないっていう人もですね全然これは見る価値ありまくるまあなんていうか教養というか社会人 ととかか組織で働くく人間としててどういういいに仕事を進めていくべきなのかみたいな話もえ結構多いのですごい人としてすごく学びにあふれているチャンネルですがまあ主にその具体例として扱うのはゲームの作り方でして非常に面白い番組チャンネルだって僕ずっと見てたんですけどとんでもない終わり方を最近しまして。 これ,はけこれで結構、ツイッターとかで、ね、話題になってるんで、それで知った人って結構多いかと思うんですけど、そのチャンネル、桜井正宏のゲーム作るにはの話をですね、僕の視点から話させてもらおうと思っております。はいえー、まずまあの、1、2本動画見てくるのが一番話早いと思うんですけど、あの最,後最新の,あのです、ね、おしまいって書いてあるサムネイルの動画は見ない方が楽しめるかもしれません。 とはいえ、そのおしまいっていう動画を見た上でそれ何が起こったかのネタバレはこのポッドキャストでするんで <laughs> 気楽に聞いてくださいですし YouTube で気楽に気になるサムネの動画から見ることをおすすめするんですけど桜井正博さんご存知でしょうか桜井正博さんをご存知なくてもですね、これは知ってるんじゃないですか皆さん「星のカービィ」もしくは「大乱闘スマッシュブラザーズ」ですこの… あの任天堂のね、代表作と言っても過言ではないでしょう。こういう作品のディレクターを今までやってこられた方ですね。まあ、スーパーゲームクリエイターってことですね。はい、そういう方がですね、ゲームのを作る上で、えー、考えることとか、まあ、ゲームを作る上で役立つ話みたいな。 まあ、情報とか考え方とか仕事の作り方、仕事の作り方、仕事の進め方とかについていろんな角度でですね、えー、まとめた動画がずっと投稿されるっていうチャンネルなんですね。で、これすっごいわかりやすいんですよ。すっごいわかりやすくて、まあ、まさに任天堂の代表作のゲームを作った方なんだなーっていうのがわかる感じのですね、 まあ、単純明快で老若男女がわかるそして一個の動画がめっちゃ短いという、まあ、長い動画もあるんですけどなんか、ま、短くまとめるべき動画はすごく短くまとまってるっていうですね非常に見やすいし内容も面白いし勉強になるし気楽に見れるというスーパーチャンネルです。 で、えー、これがですね、えー、今どうだろう。2024年の10月下旬現在で、66.9万人の登録者数がいて、えー、動画の本数が273本なんです。で、僕はこの後者の何本の動画をアップしたのかっていう方に、えー、特にですね、関心があったんで、今確認しました。あと始めたのがですね、2022年の5月末です。なんで、まあ2年半ぐらいか。 2年半ぐらいの活動期間で、えー、300本弱ぐらいの動画を出していて、えー、昨日最後の動画が出ましたおしまいって最終回スペシャルっていうのが出たんです、はいでまあ、今までの僕の話でどんな 人なのか桜井さんどんな人なのかそしてこのチャンネルはどんなチャンネルなのかの概要を話し終えましてその上で、まあ、数字面を話しましたその上で僕がですねマジでこの人このチャンネル鬼畜だなって思ってる核の部分をお話しますまあここが結構あの話題になったんでああ知ってるよって方も多いと思いますけれども聞いてくださいこの桜井正宏のゲーム作るにはという このチャンネルの今まで作られた273本の動画のうちの272本ですね、そのおしまいっていう最初、最後のフィナーレ動画以外のすべての動画だと思うんですけど、これはですね、なんと、えー、チャンネルを立ち上げた2年半前にもう撮り終わっていたものだったらしいです。半端じゃないっすね。 でしかもその200何本70本ぐらいの動画を作った期間がですねもう2ヶ月くらいだったっけな確かいやもっと短いかなとんでもない短い期間にですね全ての、まあ、原稿とか企画を立ち上げて動画制作をしてしまったみたいですでそこから、まあ、撮影はもう終わっていてそこから編集とか組み上げをしていって2022年の5月 下旬から、えー、2年半の期間で、えー、その撮影済みの動画をずーっと定期的にアップロードし続けてきてついにそれが終わったという感じみたいです。半端じゃないと思いませんかこれ。まあ、あのどういうことでなんでそれなんでですねそういうふうな作戦を 打ったのかみたいな話はこの「おしまい」っていう動画で本人の桜井さんが全部喋ってるんでまあそれを見たらなるほど半端じゃないなってより楽しめると思うんでそこは言いませんけれどもすっごい面白いチャンネルで結構投稿頻度も高くてなのにすごい作り込まれてる動画がいっぱい上がってるんで僕結構このチャンネル好きだったんですけどそんな仕掛けだったんかいってことで非常に驚いています。 で、えー、これを動画を作る、このチャンネルのを作っていく上での予算、まあ、もちろん金かかりますよね、大人が動いて作ってるわけですから、それがですね、なんと9000万円ぐらいかかっちゃってるということ、そして、これこの方ですね、桜井さんの動画では、何回もいろんなところで話されてるんですけど、収益化してないんですよね。で、なんでやってるかっていうと、えー、これ、チャンネルの概要欄にも書いてあるんですけど、 目的はこれから世に出るゲームの面白さを少しだけ底上げすることなるべくわかりやすくしますだけ書いてあるんですよなんであの作る側もやる側も見る側も今後ゲームってものに対してまあ楽しく接することができたりとかゲーム作る人はもっと面白くゲームを作れるようなこう社会貢献ですね言ったらはい後世にこのノウハウとか経験を残していくっていうのを本当に目的としてだけで やってたみたみいいいです半端じゃないと思いませんか僕ちょっと普通にこのチャンネルの視聴者で楽しく見てたのにもかかわらず最後にそんな仕掛けがあったんかいっていことでぶっ飛んでおりますなので、えー、そういうところのフックがあった方が皆さんもとっかかりとしてはいいと思ったんで、えー、今回こういうところで喋ってみました最初にも言いましたけどこのチャンネル全然ゲームのことを扱わない回も結構多いんですよ で再生リストにですねいろんなものがまとまってましてまあ、こ,れこれ自体が非常に素晴らしいチャンネルの作りになってるんですけど A、仕事の姿勢 B、ゲーム性 C、企画、ゲーム設計 D、仕様 E、チーム運営 F、グラフィック G、モーション H、エフェクト I、サウンド u J, UI, K, プログラムテクニカル L, 広報 M, 雑談 N, 企画コンセプトそして、えー、まとめという感じでですね、もうカテゴリー分けもめっちゃ分かりやすいんですね。その上で、さっき今話したところでないくつかあったようにですね、えー、チーム運営とか <laughs> 企画とか、 仕事の姿勢みたいなところはですね特に、えー、ゲームに興味ないっていう学生の皆さんとか社会人の皆さんにも非常に超わかりやすくて有益でなるほどなーって思う話がいっぱい聞けます中田敦彦の YouTube 大学の超超超ショートバージョンのより大人がやってるバージョンみたいな感じですかねすんげーわかりやすくて面白くてためになる そんなチャンネルですしそういう仕掛けもあって半端じゃないなと思ったんで今日は皆さんにですねその話をさせてもらいました桜井正宏のゲーム作るにはという YouTube チャンネルとんでもない仕掛けも施されていた神チャンネルでしたんでぜひ皆さん後追いでみましょうリアルタイムでと動画が公開された日に見てたみんなももうすでに2年半前の撮影してた動画の後追いだったということですから 新しいも古いも古参もしん新参もありませんのでじっくり見ましょうということで今日は僕のおすすめコンテンツとこういうやばい大人かっけーと思った話をさせていただきましたお聞きいただきありがとうございました以上ミニマリズムとその周辺星唄がお届けしましたそれでは今日も皆様元気にいってらっしゃいバイバイどうも星唄です ポズニャクというその名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、今日もお聞きいただきありがとうございます。えー、僕の活動のこととか気になっていることとか、あれこれめっちゃ喋っていくポッドキャストです。よろしくお願いします。えー、10月24日金曜日分の更新となります。えー、これはですね、えー、事前に収録されたものでして、えー、今日はですね、えー、のんびり喋らせてくださいあの。10月24日木曜日、昨日ですね、 昨日の夜、えー、僕、星優太、オーズニャック主催のイベント、マグネ、半年ぶりに開催させていただきまして、大盛況のうちに幕を下ろしたと願ってます。はい。えー、実はそのおイベントに行くちょい前にですね、このエピソードは収録しております。はい。というのももちろんですけれども、そのイベントで全力を出し切るわけで、イベントを楽しむことと、演奏することと、打ち上げでね、 で、きっと僕は体力はもう限りなくゼロになってるはずです。その状態で家に、えー、夜、夜中、明け方に帰りまして、翌朝のポッドキャストを収録できるわけがないと。それだけだったら別にいいんですよ。あの寝て起きて夕方に撮ればいいんですけど、あの25日金曜日もですね、今日も僕朝から高尾、えー、に行ってですね、朝からね。<laughs> えー、高校の先生やってで夜も夜で別の仕事もあったりして機材も運ぶし仕事もあるっていう状態で、えー、死が見えてるんでもう事前に収録です、はい。というわけで、えー、どんなイベントになったか分かりませんけれども楽しんでいただけて、えー、来てくれてる方がいらっしゃったら本当にこれ幸いでございます、はいえー、とんでもないトラブルが起こってて笑えない感じになってたら、えー、このポッドキャストはお蔵入りになると思いますけれども。 無事に住んんででで、るはずですんで改めてありがとうございましたあの定期的に自分責任のね、えー、イベントをこう規模は小さくてもしっかり続けていくということをちょっと今念頭に置いて活動をしてまして去年今年ぐらいからじっくり盛り上げていきつつ新しいことにも挑戦していくと。 いう感じで、えーまな、なんていうか、そのイベントでですね、びっくり箱みたいな感じで、とんでもないものを見せるという感じの種類のイベントではなくて、今回僕が打ったイベントは、まあ、皆さんが来てくれるこう定期演奏会的なあの、アイドルさんってよくあるんですよ、そういうの定。定期イベントみたいな。なんかそういうのをちょいちょいのペースでもいいからやっていきたいな、まずはって思っていて、やっていきますんで、これからもあの次のイベントもきっとやりますんで。 遊び来てください、ねはい、で今日はですねあのそのイベントの内容のことはもちろんまだ分かんないんで今収録時点の僕は何にも話せないんでそのイベントの後にですね 順次解禁していく話というかイベントも終わったし改めてこの話みたいなのができるのがいろいろあるんでその話をさせていただきますはい、まあ、まずあのなので全体的にはイベント来てくれたりチェックしてくださった皆さんありがとうございましたということをさせていただき言わせていただきましたあの撮影が入る予定ですんで、えー、動画とかいろいろで、えー、後日いろんなところでいろんなものをアップロードできると思いますんで来れなかった方もぜひご注目くださいお願いします はいでえー、バンド活動をしていく上でのポイント全部ざっくりさらいますと、えー、まずはリリースですね、はい、曲の発表です。 これあの8月と10月にシングル1曲ずつリリースしましたんでま,まだの方はぜひまた聴いてくださいいっぱい聴いたよって方はもうちょっといっぱい聴いてくださいはい紫って曲とアンチグラビティシステムって曲で全然どっちも方向性が違うけど今僕がウォズニャックでやりたいことが全部詰まっている曲で自信作ですんでぜひチェックしてくださいからの12月頃にもですねまた新曲が出せてると 調子いいのかなーなんてて思っております。2ヶ月に1回ぐらい新曲が出ればまあ文句ないでしょうということで、えー、その辺次は何出そうかなーって感じですあの曲のもうベーシックはもう出来上がっていてですね、えー、シングルで出していってその1曲ずつ詰めていって良くしていってでそういう曲が溜まった頃にフルアルバムになってドカンと出る,出るのがいいかなーっていう感じで 今動いてますんで、えー、次の新曲は12月頃を予定しておりますが、リリースをお楽しみください。はいえー、そしてグッズですね、はいえー。イベントで新しいグッズですね。ちょっとスポーツ系のロンティーを出しまして、えー、売り切れたのか、超売れ残ってるのか、今の僕には分かりませんけれども、えー、残った分は、えー、速攻で、通販でも。 お出ししますので、ぜひよろしければそちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。とですね、えー、スウェットと、えー、ロンティーをですね、受注限定で作りました。これ、あのどっちもめちゃくちゃ気に入ってて、最高じゃん、これっていう嬉しい仕上がりです、えー。スウェットがですね、黒のスウェット。 でウォズニアックっていう昔からあるこうスクエアのロゴですね。それが、えー、程よいサイズの刺繍で入ってるという。でその刺繍は黒なんで、えー、黒地に黒っていう感じで、ステルスデザインでお気に入りです。あとはですね、えー、アンチグラビティシステムっていう曲、ちょっと前に出した曲なんですけど、その曲のジャケットをちょっと形とかグニーッと引き伸ばして、形変えまして、オレンジ色のボディ、ロンティーのボディにバコーンと。 縦長に左側にベチャーンと大胆にプリントするっていうロンティーを作ってみましたちょっとバグな感じが気分だったんで作ってみたんですけどこれがめちゃくちゃ良くて超僕は気に入ってますはいもうこれをも,もう量産してイベントの日に持っていったらみんな買ってくれただろうな悔しいなって思うぐらいめちゃくちゃ気に入ってて最高のデザインのプリントが 届いて出出来上がりままししたんでこのロンも出しますぜひよろしければ、えー、通販で受注でチェックしてもらえたら僕はすごく嬉しいです。よろしくお願いします。そしてライブですね。これ2つライブありまして特にっていうのが、ま、あのいくつかあの今年のあと11月と12月で及ばれ いただいた呼んでいただいたライブ出演あるんですけどちょっと特に通常呼んでいただいて出るライブとは毛色の違うライブが2つ待ってましてその話をちょっと今日はしてお,きおこうと思います、えー、まずですねあの昨ののイベントで解禁概要だけ解禁したイベントながありまして12月30日月曜日ですね超絶年末です12月の30日月曜日にですね下北沢エラ というですね、えー、ハイパーお世話になっているライブハウスがあるんですけれども、そこの、えー、店主と僕、星でですね、共同でイベントをやらせていただくことになりました。嬉しいですね。まあ、これは完全に忘年会です。<laughs> まあだけど、もちろん、もちろん、もちろんあの、出演者は全員かっこいいと。 僕とあのエラの天守久保寺豊さんゆたちんが確信してるアーティストしか出ないのでもちろんあのイケてるバンドばっかり出るんですけどまあそれは前提として、まあ、人間的なつながりとかまあ年末にみんなに会いたいみたいな感じでなんかワイワイ楽しくやれる日を作ろうという作ろうとか作らないっていうふうに提案していただいたことでやるイベントなんですけどマジョリカっていうですねこのエラと星の共同イベントが始まります。 はいえー、昼からやります。で、えー、10バンド以上出ます、はい。で、メンツはもうちょっとしたら、どんと解禁して、チケットと同時に売り出してみたいなのやろうと思ってるんですけれども、チ、え、ケ、ー、代も安いですし、<coughs> 年末ですし、えー、いっぱいバンド出ますし、皆さん、来てください。 はいそこで僕はもう完全に爆発して2024年を終わらせたいと思っておりますんでそして全て忘れましょうということで完全忘年会イベントの情報概要解禁でした12月30日月曜日はぜひ下北沢エラに集まってください待ってますよ あとはですね、えー、12月の15日、日曜日、ちょっとそれからは時系列は前に戻るんですけど、えー、ここでですね、バハマズ、フェッキングバハマという集団によるバハマズフェストという、要するにバスフェスって言われている、通称マスフェスってイベントにですね、ウォズニャック呼んでいただいていて出るんですけれども、えー、この日のウォズニャックはちょっと普通と違いすぎることをやりすぎると思いますので、ぜひ遊びに来てください。 これあのー、結構界隈ではもう知れ渡っているマスフェスってイベントでして5年か6年ぶりぐらいに復活するんですね今年今までは新宿のモーションとマーズ往来自由みたいな感じでやってたイベントだったんですけど今年は渋谷のオーネストの5階のメインフロアと上の6階のラウンジの部分の2階上でやるということで結構界隈の人からすると待望の復活と いう感じでこのコロナ前後からの数年で、まあ、僕がやってるような歌がないバンドとかそういういわゆるマスロックっていうくくるとあれですけどそういう音楽に目覚めた人からするとディグればディグるほどこのマスフェスというイベント情報は出てくるとですがもう終わったイベントなんで こういうのあったんだったら行ってみたかったなって思ってた人も多いんじゃないでしょうかねそれが復活ということでかなり話題になってますでチケットはですね第1次第2次発表とかしてて徐々に売ってたみたいなんですけどもソールドしたらしいですがなんかチケットの,この入金漏れとかでキャンセルで復活したりとかまだチケットが買えるチャンスがある っていう説があるっぽいんで、ぜひ皆さん、チェックしててチケット買えなかったという方はですね、ぜひ、マスーフェスの情報を注意深く見守ってみてください。で、できることなら絶対来てください。はい。ちょっと、超ヤバ展開の数々っていう感じで、え、それお前、イベントに出演っていうか、ワンマン普通にそれでやれよっていうほにゃららが起こるかもしれません。 超ぶちかまのの年末になると思いいすので遊びてくださいでその他にもですね、あの、年末にお誘いいただいた激ヤバイ,イベントも他にあったりして、もうちょっとで情報解禁になったりします。あと、近々で言うと、11月の13日の水曜日に、えー、西英福ジャムで、またボズニャックのライブありまして、これ新体制で、えー、しっかりやりますんで、遊びきてください。ということで、えー、イベント本当ありがとうございましたっていうのと、その次の展開もいろいろあるよということで、まとめのポッドキャストを撮らせていただきました。これからも ぜひ、も僕の活動ボズニャック、チェックよろしくお願いします。コーヒーにしてやってください。ということで,もということで、えー、今日もお聞きいただきありがとうございました。以上、ミニマリズムとその周辺、星豊がお届けしました。それでは今日も皆様、元気にいってらっしゃい。バイバイ。 どうも、星ゆうたです。オズニアックというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聴きいただきありがとうございます。僕の今、興味のあること、やってみていることについてのレポート、考察をじっくりしていく、毎日更新のポッドキャストです。よろしくお願いします、えー。10月26日土曜日の更新となります。今日もよろしくお願いします。えー、朝の更新は無理でした。というのもですね、えー、と昨日の夜、 まででですねちょっと1ヶ月以上1ヶ月ちょいぐらいかな6週間ぐらいかな詰まり続けたスケジュールがついにファイナルを迎えましてえ24日木曜日最後がですね「ウォズニアック」の自主企画僕の主催イベントってやつですね それ終わりまして、朝まで打ち上げをしまして、帰って荷物入れ替えて、すぐ、えー、高尾に向かいまして、学校の先生やってきまして、そのまま家にまた1回帰りまして、すぐ機材を入れ替えて、えー、今度はお趣旨ですね、イエティ・バケーションズって会社のお趣旨の生配信のオペレーターをやってきて、帰ってきて、えー、さすがに帰ってきた瞬間に寝落ちしました。<laughs> で、今日って感じですね。 で今日、今から曲をちょっと1曲作るっていうお仕事というか、活動がありまして、これが終わりましたら、詰まり続けた10月が終わります。ああ、ついにここまで来たなと、胸いっぱいです。最高の1ヶ月でした、皆さん。いろんなところで見てくださった方、ありがとうございました。まあ、そういうことがありまして、さすがに最後の、えー、朝、更新するのは無理だったんですけれども、昼前後に起きまして、今、午後1時半ぐらいに、ポッドキャストを撮っております。よろしくお願いします。 えー、ライブが1本、情報解禁されました、まあ、2本されるんですけど、1本されまして、えー、年末ですね、皆さん遊び来てください、12月27日ですね、えー、今年の最後の金曜日ですね、どうですか、忙しいですか、やっぱり、えー、忘年会とかね、お仕事ラストスパートとか、年末系のイベントとか、皆さん何かしら入ってるとは思うんですけれども、どうですか、ボズニャックのライブも来ませんか。 『の赤坂ネイビーフロア』っていうですねたびたび出させていただいている今年2回ぐらい出させていただいているライブハウスまた呼んでいただきました年末の特大号って感じで、えー、そういうシリーズがあるらしいんですけれどもそれの一巻で呼んでいただきまして、えー、いろんなところでいろんなことやっているミュージシャンのですね有島コレスケ君のソロ『アルコレミング』と『ペンギンの憂鬱』と『ウォズニャック』プラスオ,オープニングアクトという感じで最高イベントです ぜひ皆さん来てください詳細はまた後日追ってこのポッドキャストとかいろんなメディアで発信していきますよろしくお願いしますというわけで、えー、今日はですね、えー、本編入るんですけれどもここ1ヶ月でですね結構何回もこのポッドキャストとかいろんなメディアとかで発信し続けてきた、えー、ドラムの反マシン化ですね反電子化擬態化って僕呼んでるんですけどドラムの擬態化に関するレポートをさせていただきます まあこれあのちゃんとまとめて YouTube とかで音とかこう絵とかでも分かるような状態にして動画でちゃんと出していこうと思うんですけどとりあえず速報っていう感じのものはポッドキャストで喋りたいなと思いますんで喋らせてくださいの、えー、半分生楽器半分電子楽器っていうのを混ぜ混ぜにしてそれを全部人力で叩くという感じで、えー、ウォズニャックにおけるドラムはですね擬態化を試みまして それを進めてきた、えー、構想としては、えー、3ヶ月、2ヶ月くらい、8? 3ヶ月か、構想3ヶ月くらいがっつり考えたんですけれども、実際ライブでやったのが、えー、24日の木曜日が初でしたんで、その初ライブ、やっぱ人前で、実際のライブハウスでやんないと気づけないことっていうのがありまして、やって気づいたことがありますんで、それをばーっと喋っておこうかなという、そういう音声メモみたいなレポートとなります。 良かったことと、課題と、あと、見てくれてた仲間、まあ、ミュージシャンとか音楽関係者とかから言われたこととか、あと、お客様ですね、リスナーの皆さんから教えてもらえたこととかもいろいろあるので、それをガーッと喋ります。で、それを踏まえて今後どうするかとかは、またしっかり考えてフィードバックしていくつもりです。で、まずですね、良かったこと、自分がやって良かったと思ったこととかがメインですね。 えー、そこから行きます。音良すぎ。はい、まずこれですね。やっぱあの、かっこいい音が出したいというのが、僕はもうとにかく最重要事項としてあります。まあ、ワイルドな音圧とかね、やばいこう、ムーブ、その、もう、動きを伝えたいっていう、いわゆるパフォーマンス的な部分もなくはないんですけど、まあ、今はもう完全にそれより、音ですね。出る音がかっこいいっていうのに、 フォーカスしてますんで、もう近年まあそれをすごく叶えてくれるなーって感じがしましたとにかく音がいいそして自分が出したい音が出せてるっていう実感がかなりありましたとにかくそれが最高でしたあのー、一番大きいのはやっぱりバスドラムですね生ドラムにおける一番でかい要の機材って感じでしょうか要っていうか一番こう土台となるドシンとした音ですね 存在的にも物質的にも音的にも土台になる音じゃないかなバスドラムあれがなくなったんでだいぶ変わったんですけどその音がっていう自分が出したい低音のバスドラムの音が作れたんで最高でしたはいであとはそういう作った音自分で作ったりそのローランド t m 6 p r o っていう機材を使ってるんですけどその中にもすっごいたくさんかっこいい音が最初から入ってるんで それをカスタムして調整して2個重ねて音を作れて出せるっていう機材なんですね。なんでかなりいろんな音を作れるんですよ。で、自分がコンピューターとかいろんなとこで作った音とか録音してきた音も入れ込めるんですよ。で、それを生で叩けるんで、それを、なんですかその構造自体がやばいと思いましたし、それらをですね、どんな大きい会場でも、どんなちっちゃい会場でも、リハースターでも、人の家でも、どこでも同じ音が出せるっていうのは最高ですね。 で僕らはライブやりながら自分専用で聞きたい音を自分のために出してるんですね。でその音を聞いて安定してライブをやるんですけど、それモニタリングっていうんですよ。モニターっていうんですけど、中音とかっていうんですけど、それもですね、すっごい聞きやすくなりましたんで最高でした。うん。あと、そして見た目がなんせキモいと。<laughs> バスドラムとかフロアタムっていうでかいドラム。てか、ドラム垂らしめてる楽器ですね。あれがないんで、 すんげえ変な感じなんですよ、見た目が。そうやって最高じゃないですかと思ったんで、まずいいなって思いました。そして、物質から解放されたことによる、こう、身軽さがやばいっていう感じですね。軽くて最高。そして、えー、拡張性と自由度がちょっと高すぎるなって感じですね。トリガーパッドっていう、まあ、でっかいボタンみたいな。 スティックで叩いてその感度に応じて音の強弱が決まるっていうパッドとかをいっぱい使ってるんですけどそれどこに置いたっていいんですよねうん僕は今ドラムのハイタムあたりの位置にハイタムがあったであろう位置に2つトリガーパッドを置いてるんですけどそれを全然もっと高いところにあえて置いたり左側に置いたりどっかに置いたっていいわけですよね自由度と拡張性があるあとね僕あと2つ トリガーパッドをさせる領域が残してあるのでさらにトリガー増やすのも面白いかなとか思ったりしてますまあこんなところかな自分で思った良かったところであとはまあ課題も全然ありまして正直こっちがいっぱいあって燃えてるんですけどやっぱねあの生ドラム特有の打撃感とか音圧物質的な存在感とかがないですよねで それがないことはですね、正直いいんですけど、バンドっていうフォーマットで活動している以上、僕以外のほぼすべてのバンドにはそれがあるじゃないですかで。で、対バンイベント、共演のイベントが多いので、例えば5バンド出るイベントにボズニャックも出た場合、僕以外の4バンドは全部バスドラがあって、打撃感、音圧、存在感があるバスドラを聞くんですよね、みんなは。 で、ウォズニャックの時だけそれがないんで、差があるから寂しく感じるってのはあるかなって思いました。ライブにいっぱい行くお客さんとかリスナーの方とか関係者からしてもそうですね。毎日毎日ライブを見ててバスドラのズムズムしたドシドシした音を間近で聞いてるのに、ウォズニャックの時だけそれがないというこの差によって、ちょっと低音感が少ないなって寂しく感じるってのはあるかなって思いました。で ドラムに近近づづけば近づくほどですね本当はドラマーのから出てる音ってでかく聞こえるじゃないですか。なんせ太鼓と鉄の塊を木の棒で叩いてるっていう原始楽器だから最高ですよね。で僕の電子,電子化、反電子化の擬態ドラムってそれが中途半端なんですよね。ハイハットシンバルとライドシンバルとスネアドラムは近づけば近づくほど生音がでかく聞こえるんですけど、その他の音はですね、近づいても。 僕そのものもから音は出てないんですねメインのスピーカーからドーンとかチャーンとかいろんな音が鳴ってるんで近づいても音がでかく聞こえないという違和感がありますそしてそれがまあドラマっぽくないっていうか従来のドラマっぽくないからなんか良くないと思うみたいなそういうのあるなとかなんかそう思われたりするんだろうなって思いました はい、であと曲全曲でですねちゃんと音を変えたいんですよねその曲に合った音をちゃんと作りたいんですけどそういうところをもっとこだわってもいいんだなってことに気づきました、うん、あとはあのリハーサルとか準備の段階が結構もっと重要になる楽器だなって思いました この前スプレッドっていう箱で初めて出たあ初めてそのシステムを試しまして試したっていうかやってみてですね僕自身もそれをやるのが初めてだったし、えー、事前に情報は資料はお渡ししてたとはいえそういうセットを担当して音を作るっていうのがその PA さんが初めてだったっぽくてそれを伝えるのが難しかったしそのものの準備とかケーブルをここからここに用意してとかいうそういうことが結構大変でした。 ああなのでこれはどんどん良くしていかなきゃなって思ったって感じですね、うん、これがなんか僕が感じたいかったところと課題でしたあと見てくれた方に言われたいろいろはですね「ドラムは新しい時代に入りましたね」とか「まあもうバスドラいらないって思いました」と「僕の私のバンドでも正直そっち方向で舵切ってみようかって本当に思いました」とか「やばい」とか「面白い」とか曲の解釈がめっちゃ変わりました」とか言われましたうん あとは、あの、リスナーの方からですね、すごいよく僕のライブ見てくれてる方から、まあ、これはかなりいいですねと、良かったですって言われました。その上で、これは、聞き手の技量が試される動きですね、とも言われました。なんで、まあ、よりもっとこう、音楽的になってしまったことで、バスドラムの音が曲によって変わることに気づかされたとか、あの、いつもこのボタンを押す、このペダルを踏むと、 この音が鳴るっていう方程式がもう僕のドラムからは崩れ去ったわけですからあのー、なんかもっとより興味深く注意深く音を聞くようになりましたっていうことを言われましたまあこれは良くも悪くもだなっていう感じですねもっとポップでドラム叩いたらバーンって音が鳴った方がシンプルでいいじゃないですかなのでもっとコアになってしまったなというのを良くも悪くも感じましたはいで当然のご意見として バスドラムの音が聞こえなくて寂しいとかちょっと退屈に感じたっていう方とかあとこれはこれで素晴らしいしやってることは分かるけど逆にテクノロジーや機械を全く使わない星さんがわー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 ドラムを大きい音で叩いてるのが好きだったんだけどなっていうご意見とかも実際いただきましたしまあシンプルにもうちょっと低音成分がどしどし聞こえた方が良かったっていう意見もいただきました。 まあざっくりこんなところでしょうかね。で、これをすべて僕は活かします。はい。ここからでしょう。アップデートが楽しいんですよ。僕はアップで壁がありますんで、ここからの僕、ウォズニアックのアップデートにぜひご期待ください。まあ、てか僕とかじゃなくてすべてはそうですけど、初回から完成されて最高だったものって皆さん世の中にあると思いますかこれね、ないんですよ。 世界有数の企業の例えばアップルのコンピューターとかアップルが出すメカとかでさえ初めて出るやつはあんま良くないってみんな分かってますよね。でそこから2とか3とかになってくと良くなるんですよね。やっぱね一回人に見せて。 使って実際の現場でやってみないと気づけないことっていうのが世の中にはめちゃくちゃあってそしてそれが真実真理というかそ,そこを踏まえないと次に進めないっていうのはあるんですねだから今回あの初陣って感じで人前で出してみて本当に良かったです自分で考察できる範囲のことは全部やってからお見せしたんですけどやっぱ人前で本番でやってみて 気づくことっていうのがすごくありましたので非常になんか宝だなというか貴重な場を作れたなって感じで自分で企画したイベントをやって良かったです皆さん貴重なご意見ありがとうございましたでこれからも僕はどんどんアップデートを続けて数ヶ月後数ステージ後のウォズニャックは来たなと電子ドラム電子化擬態化ドラムこれにて極まったぜ 来たぜって多分なると思います今までもそうでしたし、これからもそうだと思うんで、なると思うんですけど、ぜひ皆さん、あの、ここがいいとか、こういうとこもっとよくできるんじゃないみたいなご意見は全然ください。ポズニャック、僕の活動にご参加ください。ということで、これからもチェックよろしくお願いします。ドラムの擬態化レポートでした。お聴きいただきありがとうございました。長くなっちゃいまして、ごめんなさい。以上、ミニマリズムとその周辺、星歌がお届けしました。それでは今日も皆様元気にいってらっしゃい。バイバイ。 どうも星優太です ポズニャクというソロ名義で音楽をやっていたり、その他いろんなところでいろんなことをしているミュージシャンです。ミニマリズムとその周辺、お聞きいただきありがとうございます。えー、僕が今気になっていることとか考えていることをじっくりのんびり考察掘り下げしていくポッドキャストです。お願いします。まずは僕の活動についてのお知らせをさせていただきます。えー、ここ最近ずっと平日、まあ、休日いろいろ稼働が多くて、毎週1回 YouTube でやっている生配信トーク番組ボブスレラジオがですね、土日に押し込まれているんですけれども、 今週もそうです。えー、本日10月27日の夜8時から僕の YouTube で生配信しますので、ぜひ遊び来てください。えー、ドタバタだった1ヶ月が終わりまして、最後の最後に、えー、僕の自主企画でね、ボズニャックの新体制というか新機材編成でライブしまして、 えー、なかなか賛否あるというか面白い世界入った感じがしてますんでそのこととかいろいろ振り返ったりしながら今後の話とかしながら楽しい時間にしたいと思いますのでよろしければ YouTube リアルタイムで遊びに来てくださいあとですね来週の金曜日11月1日の夜ですね皆さん都内のライブハウスに僕が呼び出すことになると思いますのでちょっとホント開けといてください チケ代とか取らないと思いますんであのドリンク代だけみたいな感じでちょっとトークイベントというか演奏もあるトークイベントみたいなことをちょっと超急遽なんですけれどもやりてえなーと思ってましてとにかくちょっと開けといてくださいあのー、この配信がされる日今、まあえー、今日の夜とかにはもしかしたらうまくいけばコクとかできるかなという気が しししててていいますんで楽しみにしていてください11月の1日、来週金曜の夜ですね。はい。都内のライブハウスで僕多分イベントやりますんで、とにかくちょっと開けといてください。お願いします。さて、えー、今日はですね、えー、部屋が荒れ果ててまして、<laughs> それのことをですね、ちょっと話そうと思っております。逆に今これ結構チャンスでして、えー、僕の部屋というか、まあ、 作業ススペースみたいなものがありまして、そことそのちょうど横にですね部屋この僕が住んでる部屋のもともと標準で装備されている収納スペースっていうのがくっついてるというかそういうところにもデスクを構えて今このポッドキャスト撮ってたりとか曲作ったり配信したりっていうのをやってるんですけどその収納スペースの中にですねもう全然物が今なくて。 ほとんど僕のデスク周りに出っ放しになっちゃってる感じなんですね。<laughs> あのーまあ、今週ウォズニックの企画があったりとかあと学校にこう授業で使うためにまた別のパソコン持ってったりとか配信のオペレーターのお仕事があったりとかって感じで。 10月いろいろドタバタあった締めくくりにですね多種多様な機材を持ち出して、えー、その現場で展開するっていうお仕事がドタドタと続きましたそういうことがありましたんでもともとの収納スペースに全然機材とか物が収まっておらず僕のこう部屋の見えてるところにですね黒い機材バッグとかでかい重い機材とかいろんな荷物とかがバーンと出まくってるんですね ここをを今生かそううとと思っているという話をしますはい、そしてまあ、そういうこと以外でもですね、僕が今日話そうと思っている概念というか考え方はですね、役に立つ場面が皆さんの暮らしやお仕事にもきっとあると思いますんで、えー、よろし,しければ、私の僕の部屋は全然汚れてない、その機材を片付けるみたいなことは知らないという、そこのあなたもですね、のんびり聞いてもらえたら嬉しいです。これあの 現状維持バイアスというですね、心理的作用を打破せよという話です。現状維持バイアスって皆さんご存知ですか今ですね、Google で検索しましたら AI による外え概要という文章が出ました。現状維持バイアスとは変化を避けて現状維持を望む心理傾向らしいです。新たな情報やアイデアよりも既存の状態を好み、 安定感や安心感を求めることが特徴はいということです。で、えー、具体的には次のようなものがあります。いつも同じ店に行き、いつも同じメニューを頼む。そして冒険をして失敗するよりも慣れ親しんだものを選択する。まあ、そういうあるあるがですね、人類にはあるらしいです。はいこれを今回ですね、僕はこの自分のスペース、部屋で感じまして、これ打ち破るチャンスだと思ってます。はい でとも、えー、このポッドキャストのちょっと前にですね10月が結構僕詰まってましてその予定が、はいえー、詰まってるしその一個一個の予定が全部結構重要なでかい予定だったんですね。 なんで、その他のこととか、日常的な暮らしっぽいこと、全然できない1ヶ月を過ごしちゃったんですよ。で、これが終わったらですね、やっぱ予定は当然落ち着くんで、波が終われば、この落ち着いたら、あれをやりたいな、これをやろう、みたいな計画というか願望がいっぱいありまして、それをメモっといたんですね。そのうちの一つにですね <laughs>、ここ数ヶ月で機材が増えて、今までの収納のやり方だと、 機材や物が収まりきらなくなってきてるんでその収納を見直したいというのがありましたはいそれともう一つ、うん、それが今最初に僕が話した前提ですねもともと保管してた部屋標準装備の収納スペースが超荒れててその中にはもう今物が全然なくてほとんど部屋に出ちゃってるというこの状況これがですね あの現状維持バイアスを打破してもう一度この収納環境をゼロベースで見直して <laughs> あの機材の収納とか保管管理のやり方を一から考え直してアップデートするチャンスなんじゃないかと今僕は捉えております現状はですねもう、えー、ここにはこれを置いて このコンテナは、えー、3段縦に積んでとか、右側にはこれがあってみたいなのがもう僕のこの収納スペースでは定番になってます。当たり前ですよね。毎回毎回レイアウトが変わる部屋とかって逆にないじゃないですか。なんでなんか程よい形で納得の形に落ち着いてですね、日常を過ごしてきたんですけれども、だからこそですね、ちょっとずつ機材が増えて、も と今までよりいい良い、えー、収納状況が多分あるんですけどまあこれでやれてるしなとかもう現状これでまあいろいろ考えて昔の僕が、まあ、構築できてる収納スペースっぽいからまあこれはこれでしょうがないよねとでこれよりあま溢れた 物量はどこか別のところに棚とか作れやいいんじゃねえとそういうスペースを確保すればいいんじゃないのって短略的に僕は思ってたんですけどこれぞこれこそ実際まだですねスペース空いてるし上の方は、はい、とか現状この収納の中に入ってるものの中にも使ってない機材とかもあるはあるんですよ。 機材とといいうか荷物というかまあそういったものもこういったタイミングで見直してですねほ,りほじくり出してみていやー今はいらないなーとかってことがあれば捨てたりとかあげたりとか売ったり処分してとかここに突っ張り棒を買ってきて板とかを買えばこの無の空間に棚一段分つか作り出せるよなーとか。 少ない予算でもクリティカルななアアイディアとかかが生み出せるももしれない、はい、もちろんあの棚が増えればその増えた棚に今あふれている機材をボンって入れれば現状の収納とは別の場所に収納が増えて一旦今部屋の中にあふれかえっている機材は落ち着くんですけどそれってちょっとダサいですよね。はい、現状の ある手元にあるものでやれることはやるっていうのをちょっと一回やろうと思っていてそれをするにですね現状のこの荒れ果てた部屋 <laughs> 収納スペースからほとんどのものがも荷物や機材が収納から隠れてなくてデスク周りに散乱している今この状況これチャンスと捉えて <laughs> 僕は。 この収納のアップデートに手をつけようと思っておりますはい、というわけでですね、えー、忙しかった10月の間にメモっておいたこの忙しさが落ち着いたらあれをやるんだをですね、うん 10月の波も終わりましたので、粛々と実行しようと思います。はいで。収納を見直してどうなったのかとか、そういう具体的なことはまたこのポッドキャストで喋れますから、ぜひ、えー、のんびり、えー、じっくり、えー、お楽しみに、この進捗状況をまた聞いてください。ということで、今日は物とか習慣についてのお話でした。お聞きいただきありがとうございました。以上、ミニマリズムとその周辺、星唄がお届けしました。それでは今日も皆様、元気にいってらっしゃい。バイバイ。